本サイトでは10から30代の女性100人に、綾瀬はるかと共演して欲しいイケメンについてアンケート。<っ>トップ5は別記事で紹介ここでは第6位以下のイケメンを発表しよう。第9位5.0%には、松坂通り、大沢高尾が同率でランクイン。松坂通りは、2014年公開万能鑑定士旧モナリザの瞳で共演、 綾瀬は天才鑑定家、松坂はヒロインをサポートし、共に事件の謎を雑誌編集者を演じた。松坂は公開中の岡田将生主演映画、ゆとりですが何かインターナショナルにメインキャストとしている、おっとりしていて、オーラが同じ感じがする、18歳、女性学生フリーター。美男美女が並んだところを見たい、33歳。 女性主婦。このコンビは見たことがないの。マッチするかどうか気になるから、39歳、女性専門職。大沢隆尾は、2008年公開の綾瀬主演映画1で初共演。さらに大ヒットした2009年。大沢主演ドラマ、人人 TBSK では、大沢が幕末の江戸時代へタイムスリップした農下界。 綾瀬は彼を講師に渡って支えるヒロイン役を演じた。大沢は今期ドラマワンデー、聖夜のから騒ぎ、フジテレビ系で、嵐の二宮和なり、中谷美希と取り留めている。ドラマの人での共演がとても良かった。ドラマ自体も面白かったし、また二人の共演しているドラマが見たい、36歳、女性主婦。 見たことがない組み合わせで面白そう。36歳、女性、パートアルバイト。画力が強そうだから、26歳、女性、事務職。